て今日はパタヤからバンコクにバス移動ということで、ノースパタヤバス、ターミナルに来ました。さあここやね、ノースパタヤバスターミナル、ここからバンコクへ行きたいと思います。手前はね、ソンテウがいっぱい止まってて、ここもソンテウのターミナルになってるから。で、その奥に地図や、地図、僕の大好きな地図。で、ここが、チケット売り場。チケット売り場で、エカマイ、これや、今2時なんで、次が何時のバスあるかな、2時間半で行くみたいです。で、キャンノットブッキングなんで予約はできません。119バーツなんで。何時？2時20分ので座席も指定して2時間半で行きます。でね。ナンバーワン。でこれここでチケットを買って一番乗り場からバスが出るみたいなんで一番乗り場行きます。でここにちょっとしたショップがあって旅のお菓子とか買える感じかな、ここでね。でここにバスがずらっと止まってて、で待合の椅子がずらっと並んでる感じ。エカマイ2時20分バスナンバーは48から6人の意味がわからない。でナンバーも234になってんねんけど、1どれやねん、あ1これちょうどショップの奥のところにナンバーワンがあるから、そこから乗ります。じゃあまたバスが来たら、今なのでバスターミナルの周りで、ここはなんかお菓子屋さんや、かき氷屋さん。ここコーヒー屋さんは閉まっとんの。あ、奥にトイレを発見しました。トイレチェックします。スナック、あトイレ有料やな、3バーツ3バーツでトイレ。まあ何もないね、別に。まあおとなしくバス待たなしゃあないみたいな、ね、普通のこんなバスです。何人乗りだ、40人乗りぐらい、結構乗ってるね、いっぱいなんだね。2人座れるといいんだろうな。後ろは2人やね。おい、着きました。バスでタイの首都バンコク。ちなみにこのトイレ付きのバスでした。トイレ付いてました。はい、じゃあバンコク到着。でこっからですね、 BTS っていうモノレールみたいな電車で、目的地まで行きたいと思います。あれやね、あっちが BTS。おい、エカマイの BTS の駅に到着しました。今ここエカマイで、でここまで行きます。20バーツぐらいかな、値段は。ここの自販機でも買えますし、こういう窓口でも買えます。カードみたいな切符もらって、でそこでピッとやる
セキュリティのおっちゃんに言われたら荷物を上げて、出るときはカードを切れたらそのまま取られる。これは BTS の路線図で、まあ、エカマイに巻かれてる。いやー、バスね、なかなかひどくてよかったね。安かったしね。こんな感じで、こんなカードを捉えます。で、上にタッチしながら、入る。エカマイは本当最近ね、すごいいっぱいいろんなものができて、都会になったね、本当にね。いけるね。BTS これね、人乗ってないね、運転手乗ってないね。あ、そうなんだ。無人電車なはずですよ。分からん、見えへん。じゃあこれに乗って、行ってきます。はい、電車来ましたんで乗ります。電車の中はね、涼しい、めっちゃ涼しい。あ、でももう混んでるな、すごい混んでる。目的地到着しました。降ります。マッチすごいね、こんな感じ。では、ついでに、バンクの ATM でお金を下ろしましょうか。僕が使っているのはこのエポスカード。海外で、使える。結構便利なカードね。海外保険とかしてくれてるし。この ATM をしましょう。まず、クレジットカード入れて、暗証番号入れます。で、これすごいね、番号日本語があるから日本語を教えましょう。で、まあ普通にはいはい言ってくれた。以上です。お金が出てきて、あ、ノー、もう必要ないです。カード出てきた。はい、お金下ろせました。ありがとうございます。はい、降ります。改札抜けます。あ、これ入れる、わかるかな、これ入れちゃう。そしたら開くので出ます。はい、出ました。以上 BTS でした。今日のお宿到着です。今日はですね、ゲストハウス99どこでしょうか。はい、まさかのね、日本語が通じるやろ。